ファイナルファンタジー10、102、HD リマスター。はい、ということでね、はじめましての方は、はじめまして、どうも、松です。今回はですね、こちらのファイナルファンタジーやっていくんですけれどもね、僕、今までファイナルファンタジープレイしたことがなくて、今回はね、初めてのプレイになります。はーい。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。僕、お兄ちゃんがいるんですけどね。ファイナルファンタジー13かな ?13 やってるのを僕は後ろからずーっと見てましたね。あと僕ね、ものすっごい感情移入しちゃうんで。なんかいつも泣いちゃうんですよね。なんかこういうゲームとか、アニメとかね、映画とか見ると、もう一回泣いちゃうんですよ。で、これも絶対泣きます。で、ちょっと調べたんですけど、ファイナルファンタジー10、102は、もうなんかシリーズでもう最高傑作。のストーリーらしいです。めちゃくちゃ楽しみ。ということで、一作目のね、10からやっていこうと思います。スタート。はじめ！曲がいいよね。まずファイナルファンタジーって。何ここ、うわ、めっちゃ美人やん。主人公かな。おぉ、なんか鳥肌立った。ああ、なんだよ。こっからか。はい。じゃあ、始めていこうか。ニューゲーム、いきまーす。スフィア版の選択。何これ?スフィア版?何ソフィア版って、中継者向け、いや僕ちょっと初めてなんで、これは通常でいきます。よろしいですか。はーい。 BGM アレンジオリジナル。むず。アレンジでいいかな。なんとなく好き。オッケー。あれ2回目なんだけど。最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。
わあ、また鳥肌。おお、何これ、めっちゃ近未来じゃん、すげえな動きが動きが面白い。え？あ、この曲知ってるよ。この曲は知ってる。ん？お、動かせる。どうも、どうも、松です。よろしくお願いいたします。ティーダステップ、ティーダステップ。まあね、僕の実況はまずステップから始まるんでね、よろしくお願いいたします。こんにちは。どこ行けばいいの？え、これまるで話すとか、ん、おう、去年のデビューから、あの、応援してます。ファン、これからもよろしくな。はい。あ、すげえフルボイスだわ。これ話す必要ねえんじゃねえの、これ。これ何？どこ行けばいいのこれ。とりあえず話しかけるみんなに。これか。サインして、サイン。はいよ。ああ、名前ここで、ここで？え、まあちょっと、まあ僕は別に自分の名前にしなくてもいいんで、このままティーダでいきます。僕も焦んなってこれで待つってやってたらちょっとダサいからね、なんかはい、こっちでもサイン、サインお願いしていいですか？めっちゃ人気者やん。試合頑張ってね。任せとけって。じゃあさ、今夜シュート決めたら、こうすっから、それ、二人へのメッセージっつーことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私、右から5番目ね。了解っす。了解っす。じゃあ、そろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、フリーズボールを教えて。これから試合だって。じゃあ、ブリッツボール。終わってから。な、今夜は、今夜はダメだよ。だろ、明日、明日絶対だよ。謎の少年がいる。約束っす。おお、これがこの世界でのお辞儀。ブリッツボールって新しいなんかスポーツなのかな。すごいね、この世界めっちゃ綺麗。誰これ。俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、嘘を打ち切り、うん、俺の親父はジェクトの熱狂的なファンださ。親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。ほら、慌てて家に帰ったね。で、一晩中ジェクトのことを話し合ったんだ。あんなに親父と話したのは久しぶりだった。おいおいおい、回想シーン入っちまった。さて、あれから10年、今年から始まったジェクト記念トーナメント。ジェクト記念トーナメント、その潰し合いから勝ち残ったのは、そう、東 A 地区のエイブスと南 C 地区のダグルス。注目はもちろんエイブスのエースのあいつ。去年のルーキーが今年はいきなりエースだ。
あのジェクトの血を受け継いだ新しい星。今日はどんな動きを見せてくれ。あ、マジか、最後まで聞きたかった。くそ。なんかこの実況の人あれやな、あのマリオカートの実況してそう。はいはい、ごめんね。あのゲーセンにあるさ、マリオカートのさ実況、あの山寺宏一さんじゃん。めっちゃそれっぽい。え、あ、動かせんのこれ。いや、どこにいるか分かんなかったわ今。くんなくんな。行ってきまーす。楽しみだ、ブリッツボール。ルールも何も知らんけどな。ん？何これ？すげえな。うわ。え、かっこいい、この人。え、大丈夫これ。津波めっちゃ来てるけど大丈夫これ。え、大丈夫。お、やってるやってる、ブリッツボールやってる。あ、何これ、無重力空間ってこと。あ、違う、水の中か。え、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 大丈夫これ。え、この水の中は息ができるの？みんな。それともみんな魚？すごいすごい。え、だよね。やばい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 。大丈夫？眩しい。うわ、もうなんかスタジアムボロボロや。大丈夫か、ティーダ。あ、動かせる。あ、マップがあるね、左上に。アーロン、アーロン、何ボサッとしてんだよ。お前を待っていた、アーロン。またわけわかんないこと。かっこいい、イケオジだ、イケオジ。あ、大惨事やん。お、またこの子だ。え、ザ・ワールド。俺が時を止めた、そして脱出できた。おー、なになに、もう、なに、あの子絶対あれじゃん、あのキーパーソンやんこれ。待てよ。なあ、こっちやばいって。見ろ。
やば。何これ。俺たちは神と呼んでいた。神ラーの翼神竜スフィアモードじゃん。何これ、巨ジャル。うぅ、気持ち悪い。マジで気持ち悪い。何これ。うわ、めっちゃキモい、めっちゃキモいこれ。俺めっちゃ苦手これ。ここで戦うの。いや武器ないよ、武器使え。アーロン、ジェクトの土産だ。親父の。親父。使い方は実践でな。お、始まるぜ。お、雑魚に構う時間はない。突破するぞ。はい、敵って攻撃します。おお、はいはいはい。おお、はい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 。これ味方にも攻撃できんのこれ。どういうこと。やばい、わかんない。とりあえずやるけど。うわ、マジ俺これ気持ち悪いわ。俺ほんと俺虫嫌いなんだよ。やばい。トゲ攻撃、敵の技とかあんの。あるじゃん、バーブレイク。284、今日強い。いけ、Tだ。まあ最初だからそんな強くないね。あ、クリティカルとかあんだ。結構重要だな。マジキモいあれ。あれだね、このでかいの先倒した方がいいんかな。グラビで重力操ってくんだこれ。好き勝手暴れやがって。まとめて片付けてやろう。オーバードライブ HP、MP 表示の下にいるオーバードライブゲージが、いっぱいになったキャラクターは自分だけの必殺技オーバードライブを好きな時に1回だけ使える。コマンドウィンドウで、十字キー左を押してください。はーい。使えるの今。使えるわ。秘伝我流。あぶねえ。なんだよ、いきなりコマンド表示とかやめろよ。あぶねえ。ティーダーまだ弱いね。またグラビで。こいつグラビでしか使えねえんじゃねえ。よし、オーバードライブいけ。スパイラルキャッツ。コマンド来た。あ、そういう系。あぶねえ、もう。何。初見殺しじゃないこれ。知らんよ。危ねえ。アーロン強いな。こいつグラビでしかしねえし。あ、もう余裕余裕。あと一発くらいじゃない。もうパワーブレイク行こうか。パワーブレイク291。このなんか技使うときにさ、あのクリティカル出てほしいよね。え、これしないよね、大丈夫だよね。ちょっと不安になってきたんだけど。もう一回パワーブレイクいこう。
260。え、これ本当に大丈夫？負けイベントとかじゃないよねこれ。死ぬぞそろそろ。まだいけるか。あ、でもほらもうめちゃめちゃもうボロボロやんけ。え、なんでアーロンは、なんでアーロン攻撃できないの。え、アーロンは、なんでこいつ一回休んだ。あ、どうした、危ねえ、マジ危ねえ。ほんまに危ない。 OK、 普通に強かったぞ。全然楽な相手じゃない。これ何、旅人のセーブスピアレベル1。旅の記録をスピアに残すことができます。旅の疲れを癒す自動回復機能で HP、MP が全回復。なるほど、ここがセーブポイントになるわけだ。新規セーブデータを作成。セブシーゴー。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。パート1の方ですね。ね、あのもう非常になんか世界観がねいいですよね。ブリッツボールね、あれ結構俺もやってみたいなって思いましたね。まああんなに泳げないと思いますけどね、ああなるためにはやっぱ魚にならないといけないのかなって思いますはい、なのでね、まあ次回はなんかね超展開が待っておりますのでね、皆さん楽しみにしておいてくださいということで、見てくれてありがとうございました。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。